こんばんは、お疲れ様です。さあ本日もイベントをやっていきます。スパツ X 日曜定例イベント、内容は未定です。あ、グリグラさんも来た。よし、何やろうかね。何をやりましょうかね。エントリー来てないかな。ちょっと人数が少ないですね、今日は。8人かな。8人か。なんかやりたいものあれば。うん、今のところ希望なしと。特に思いつかない。前から僕ちょこちょこ言ってるんですけども、いつか年代別対抗戦をやってみたいなと思ってるんですね。今日だとでもな、上ばっか。いや、そうっすね。こことここ、グリグラミアさん、違うか。まあでもこんだけ人数が少ないといまいちですね。じゃあそろそろあれやりますか、必殺技禁止やんないやんない必殺技禁止。確かにシュンリーとダルシムは強いね。どうしようかな。確かに本田とかもヤバそうなんですよね。弾がないからね。さあまあキャラとプレイヤーの年齢をリンクさせて対戦する。キャラとプレイヤーの年齢をリンクさせる。え？でもグッチさんとかダルシムしか使えないね。これ年齢わかんないんですけど、キャラの設定。一番上いくつ？誰が一番上？ダルシムじゃない？1964年生まれ。おい、結構いってますね。剣
が1個下、学年は一緒。これね、調べてらんないですよ、申し訳ないですけど。ダルシムが52年生まれ、相当やべえな。ザンギが56年、誰が上なのかすら分かんないな。ダルシムじゃないかな。ブランカは龍拳の下ですね。大きい おじさんですよ。あ、ガイル60年、3番目だね。フェンディが68年。どうでもいいですね、これ。これはやめましょう。あと、出た。アサガット55年。ベガ分からず。おしまいです。分からず。まだ公表されてないとは。じゃあやるか。そうしたらやろう。どうしよう。16キャラ戦でもやりますか。16キャラプラス、ほう、相手から吸収してどん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 狭まっていくの、片方じゃないですか。あ、トーナメントでやる、トーナメントでやる、なるほど。僕が考えてた16キャラは東西戦の、16キャラプラス、吸収していくやつね、引っ張られない人がかわいそうなんで、引っ張られると楽しいんですけど、16キャラ、シュート、ミア、ヒデと藤沼は分かれて、よし、じゃあ、でもな、なんか思いつかんかな。高いでしょ。重なってないよね。しゃがみじゃキックでいいと思うよ。じゃあやろう。ストップ。あそこの方はオリオ勢か。はい、ではヒデと藤沼グッパー、ミヤとシューグッパー、16キャラやるぜ。で残りの4人でグッパーだね。シューさん終わり。皆さんとグッパして。じゃあグッパしましょう。グッパージャス、グッパージャス。でグーチームとパーチーム、パーパー。よし、じゃあ16キャラはね、
用意がいいんですよ。これ何？そしたら、4キャラずつで S キャラはなしにする？なしでもいいかな、うん、S キャラなしで。じゃあ、これね、あ、データを出していただきましたが、全く合いそうなのがね、サガットフォーク、ザンギとかその辺ぐらいしかないですね。全くできないですね、これは。なので今日16キャラ戦やります。こんばんは。じゃあ、ワンピーが行きましょう。ワンピー、ツーピー入れ替えで。
はーい。プラス5歳。キャラクターの年齢とかよくわかりますね。調べたのかな。マジで気にしたこともなかったですね。キャミーって17だっけ。よし、じゃあペコさん遅いよ、連絡なかったやん。じゃあボクトチェンジ、いや どっちかどっかに、どっちかに入れればいいんだよ。じゃんけんして、じゃんけんして、じゃんけんして、ペコさん勝った方にペコさんが入る。ちょっと作り直しだけど申し訳ない、ペコさんのせいですからね。ペコさん、じゃあヒデシュじゃんけんしてください。じゃあペコさんもらった。じゃあそっちに、スーパーキャラなしです。違う、え、33334。やばい、スーピーが強くなった。さらに余裕余裕。それ勉強になるの？なる？確かに確かに。よーし、ヘイだと無双しますね、あれは。いや、エッサガットって強いっすよ、あれ。大変だよね。いや五分だろあれは。あれサガチュンリーってなんでダメージ食らってるか分かってる。前飛びはもちろんダメだし、でもそう、よくないのは開幕前の飛びを通すのと、そんなところで打ち合っちゃいけないんだと思う。そもそもが下がってと飛行圏で貯めないといけないのに、まあ、下がれないように打ってるんだけど、別にそこで勝負する必要がなくて。空対空はした方がいい。あとね、垂直ジャンプ強キックに一切勝てないんだ。チェンリーサマーには勝てる技がないのね。でも前、あれ今日対戦中にこれで負けてましたよ。これね、いやこれ先に出してんだよ。それはしょうがない。まあ、当たってもそんなしょぼいから、ね、向こうのこけるからね。かでこけたらめくりくるじゃん。めくった後きっちいから、こっちアッパーが打つしかないからね。めくんないとダメだよ。
めくんないと勝てないね。めくんないと勝てない。あと玉抜けを初段から当てる戦列じゃなくって2段目から当てるやつを使うとかなりの距離制限できるから、うん、ペッてペッてですよ。そこで弱だと相手になっちゃうけど、はい、じゃあ先方だけ申告でお願いします。こちら決まってます。よし、じゃあ今日はこっちをトネピーに任せて、あんま、そう、移動少ない方がいい。先方決まり、じゃあ一斉のせ、宮坂とグリグラベガ、ほう、これはまあベガ、ベガはですね、これはですね、宮健がサガットで、ワンピー側が、はい、宮健サガット、ベガサガットはですね、これやで、グリグラ、グリグラベガ、グリグラベガとか見たことないんですけど、でもグリグラさんは結構人の対戦ちゃんと見てるんで、多分使えると思いますよ、最低限は。コンボはできるかわかんないけど、コンボはね、3段でいいですからね。まあ、3段か飛び中足サイコでいいですからね。まあ長沢5か、長沢5ね、でもあれ慣れないと難しいっすよ。あれ結構立ち着キックから中キックつながるの意外に難しいんですよ ね、 あれね、慣れてないとこんな、はい、こんな早く押していいんだってなるから。そうそうそうそ う、 そう、慣れが必要。なんかそれっぽい動きしてるよ。でもこれ小郷さんがゆうべがさんを完封してますからね、これね。そうなんですよ、はい、わけのわかんないタイガーショットをね打ちまくってなぜか飛べないんですよ。すごいですよね、あれは。あれすごいんですよ、見ないとわからない、あの凄さは。ゲージ溜まるとさすがにベガなんですよね。アパカが当たる、アパカ削れ、さあスパゴンで削る。そうですね、まあ一般的にはベガ有利とは言われてるカードではありますよね。いやなんかね、それがサガット有利らしいで、いやないでしょさあサイコレタイク、あゼル、いやちゃんと引きつけましたね。まあ、そこは剣使い、画面端は辛いですよ。どんどん打っていいですよ。そうなんかね引っかかるんで、弱タイガーを弱タイガーをアホほど打つと全然抜けられないんですよね。抜けてないですね、はい、で気にせず弱ってやるとなんか全部の出際に引っかかるっていう。なるほど、はい、さあ刺さったが、ダブル入って、めくりはめくりじゃない、正面。さあ垂直ちょっと落としづらい、アパが、アパが立って、ね、お、読んでいった、組まないんですよね。そうですね、ただ残り時間が少ないぞ、ガード。さあタイガー2位でもよかった、めくり投げ当たるギリギリ、はい、まあタイガー2位がね最後には半角になると。なるほど、そうですね、いうところで。あーっと出る、けど反対に出すのって結構難しそうな気がするんですけど、意外と意外となんか下がって細いから、あ、お、うまい、できるやんけ、あー、しかし優しい、優しい、優しい、でもできるやんけのところ見せましたね、うん、さあゲージが溜まるともうぬ、あー、さあ相打ち、抜けるのは死ぬほど簡単、ただまだ分かんないぞ、はい、ゲージを持ってるのがベガなんで結構デビリリバースしてきますねあーと踏まれて当たらない、あー、これは半角、どうしましょうね。さあ勝ったのはグリグラベガ。さあワンピーが次キャラ何出すんでしょうか。何でヒデブランカですって、ヒデブランカ。さあ人の対戦を見ていればこれはブランカが何をやればいいかすぐ分かるはずそうですね、そんなに難しいことはやってない、意外と難しいけど噛んだ後は2択だから。さあ上り中盤3連発、お、噛み返して、さあできるか、そうじゃないぞそれですね、そうそうそう、え、なんで今なんかスライディング出してますね、スライディング出してましたね、まあありっちゃあり。ただ距離だとベガはバックジャンプに逃げれるので、はい、お、ダイヤシが刺さって上から重ねて、お、悪くない大パン、あー、おーっと、だってあーっと暴れた、ローリング暴れ、
ショーキックとかだったらね、あのバックジャンプ潰せるんですけど、そうですね、はい、ただ意外にヒデちゃんと一応できてます ね、 ね、なんかそれらしい動きになってますよね。練習したらしいです。本当に、うん、さあ、あ、いいですよ。なんか違う気がするけど悪くない、カメはいい。それもうそれそれ一択ですね。ただ今投げ失敗しましたね。さあこれは行くしかない。マイトビー、お互いピョンピョンしてる。さあ、ピョンなかった。投げるスタルダイバー、そんなに高くない。マジか。お、噛んで、スカルダイバーもね、弱中強でいろいろ判定が違うんでね。そうなんですか。あ、そう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 、強は判定が強いんです。あ、そうなの。そうそう、初めて知りました。弱は持続が長いからみたいな。あー、なるほど。まあ弱強でみんな使い分けてると思います。レガー、暴れた。ローリング暴れ。さあ、さあ、準備側、まあブランカなんであんまり悩まないで済むんじゃないかと。あっちは多分ホンダをちゃんと使える人はあんまりないから、ここで使い捨ててもいいかなみたいな。下がったね。あ、下がった。それはある。あ、下がったね。それはある。ペコ下がったです。グリグラさんってこれ英語で書いたらこの綴りになるの？あ、そうそうそう、あまり気にしてはない。そう、このタイヤに対して、あ、結構知ってますね。ね、お、うまい。目の前の垂直つらいっていうね、そう、簡単なやつ。一応中村さんに聞いたところ、大キックよりも中キックの方がいいというのは聞いた。へえ。おー、悪くなかった。悪くなかったけど、これお互い垂直潰しづらいんですよね。そう。そう。さあ、これはつらい。つらいやつ。さあ、大キックかな、今の。大パンでもよかったぐらい。たまにあの弱パンで飛び込んだりするとブランカがあの大パン、そうですね、一方的に潰せるときありますよね。まあ、大したダメージじゃないんですけど。そうなんですよ、大したダメージじゃないっていうのが悲しい。そうなんですよ。さあ、ダイエでみたいな感じになっちゃうから。さあ、なんかヒデさんもいろいろ考えて動かしている。それはやばい。それは下がったにはないですけど、まあしょうがないけど。あー、悪く、あっと引っかかる。やってしまった。これはおっと、あ、やばい、タイガーですね。あ、出ないですね。きついですね。さあ、もう出ない。あ、しっかり、うまい。さあ、リバナガードして、リバナ入って、いけるかな。いけない、いきづらい。ペコさんが何かを狙っているような動きがしている。確かに。ああ、そういうのやりたかった。死ぬ、死にましたね。死んだ。完全に誘い乗っちゃいましたね。そうですね。あー、どっちなんか出てませんけど大丈夫ですか。有権使いなのに。大丈夫、前下がって、まあリバーサーを警戒して下がったんですが、さあ悪くない。これは全然下がったが痛い。垂直落としたいが、前に出ると牽制技に当たってしまう。なんだ今の下がったの。あ、これは結構下がったきついぞ。さあ大パン、しかし相打ちは OK。 さあ出る、出るが、こう飛び込んでおくのは悪くない。中パン。あー、これはきつい。垂直大キック。うろ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 、どうするどうする。あーっと、前歩いてスライディングの出際が潰れた感じがしました。じゃあ我が軍はどうするんですか。さあ、ワンピー側、サガットに対しては、サガットってかぶせづらいっすよね。そう、意外にね、かぶせづらいんすよ。なんでもいいしみたいな。かといって強キャラ出すのもなんかもったいないしとかっていうのがあったりするんで、ね、フェイロンは確かにあるね。そうですね、ワンピー側に、そう、フェイロンでもいい。そう、フェイロン、そう、2回転フェイロンですね、ここに出てくるのは。これはね、2回転さんが両足肉離れしてるんでね。まあ、レバーさばきにはさほど影響はないかなと。意外と足で踏ん張ってる可能性あり。あ、ギュッて、あのしゃがみ大パンがですね、 あんな遠いところであいつなるんですよ。さあ抜ける。レックもダメ。レックも相当落としづらい。結構相打ちになっちゃう、読んでても。相打ちだし。あー、これは全然痛い。前によっては一歩負けもある。 おうまい。ちょっと遠かった、弱だったからかな。さあ大パン、相打ち。
ちょっとジャックレッグが手前というか遠い前で落ちるとアッパーカットで。何あれ強いの？それもしかして強いの？マジで？さあピオリーチだが。スカルやばい。さあ潰れた今のですね。完全潰れるんですよ。おっとなんか後ろに回った。釣られて安全重ねから前に出て、さあ今のは S サガットだったら食らわないところ。今のは X だったからこそ当たってしまった。グランドタイガーが前に出すやばい。さあピョルぞ。あんな手ないとこで当たってるけど手ないよそこ。ないよ手ないよそこ。グランドタイガー前に出すぎでしょ。手ないとこで当たってるよ。あーこれ握手会もう抜けられない。飛んでみた。アッパーか待っていた。でもアッパー相打ち大パン。まあサワットフェイロン辛いということが分かった。さあ何で使うんですか。 DJ ホンダですか。 DJ ですか。ホンダか。はい、ホンダ。本当に藤沼さん、藤沼さんのホンダバルログに取っておくらしいですが。じゃあ週 DJ です。 DJ ですね。これは辛いですね。このチーム戦というか16キャラチームの肝になるキャラでもある感じの DJ。 何より強い。ただただ強い。操作もそんなに難しくない。そして負けづらい。何をかぶせたらいいのかあんまよくわからない。さあうまく避ける。大パン。しかし大パン悪くはないゲームメイク。スライディングも食らわない。こけなければ、こけなければ、あーっと食らわせて中足に突っ込んでめくりが来る。危ない。しっかり落ちるを入れる。さあ逃げて、しかしこっからでも危ない。 DJ いくらでもある。それが DJ、 夢のあるキャラ。危ない。こんなところにレッグが噛み合う。守りが強いのに一発逆転もある。とんでもないキャラ。さあ飛びが刺さる。レッグで追いかけて、これはいけない。めくりに行く。支援で逃げる。さあ飛びは中足で対空してガードから刻んでスラースライディングは去ってもう一回めくる。今のは表、そして刻んでエアスラにはゲージがないとちょっと返す技はない。さあしかししゃがみダイパンが結構機能している感じ。あ悪くはない。レッカーこれは打ち切ってしまうとレッカー一回出る。そしてシュウさんも溜めているジャック、これはちょっと厳しくなってきた。飛んでしっかりバックジャンプ。レッグにだけは巻き込まれたくない。さあ投げていくしかないのか。刻んだ。そして中足。さあどうしますか。DJ はね困りますね。さあヒデさんのガイルの出しどころを我々探しております。ヒデさんのガイルどっちでもいいという結論になりました。我々探し、さあヒデさんのガイル、誰にも望まれず生まれてきた子供、かわいそう。さあヒデさんのガイル、さあ開幕転んで、あーなんかアッパー出てますよ。刻まれてますよ。あヒデさん、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 これ難しいんですよ。これはこれ難しいんですね非常に。さあ完成。もうあースライディングだけは食らわないつもりで開幕は下がった。ヒデさん、ヒデさん、ヒデさん1点、ヒデさん、ヒデさん1点、ヒデさん1点っす。なぜかね目の前にいる DJ に対してしゃがみアッパー打ってましたからね。さあでも竜だから、あー終わり。おわ危ない。セーフ。ジャンプはやばい。さあ投げて受け身はある。竜巻が当たる。コンピューターには有効。確かに確かにコンピューターには有効だ竜巻。さあ いい感じで削った。ヒレッチ竜巻、確かに確かに、おーっと当たる。リスティ昇竜
真空が化けた。さあ大竜巻は本当は、大竜巻は確かにねコンピューター戦の DJ には使えるんだけど、人に使ってんの初めて。さあ下がる。さあ竜巻いいですよ。あ、なんかいい感じ、噛み合った。飛び昇竜が当たる。でも守りが強い。ポパン刻んで大キック。そうですね、この竜はヒデさんですね。さあ遠目から打ち合って、どこで飛ばれる。さあ飛んだのは竜だった。めくりは表っぽい。さあ波動拳は潰されて打ってく、打つしかないんです。さあゲージもない。さあこれはしっかりくぐって刻んで投げる。受け身を取ってる、前に出る。そして昇竜が潰される。さあ早い早い、チュンリーを使うそうです。まあ、チュンリーね、まあ、ヒデさんだったらこれね全部抜いてくれるぐらいのねポテンシャルはありますから。はい、たださあしかしね、シエさんも DJ 結構ね使ってて上手いんでね、難しいですね。さあ追い込まれている、追い込まれているがヒデは冷静、投げ返して、それは投げ角では。さあしかし後ろに隙間ができた、十分下がれる。ゲージも溜まった。さあこれちょっと DJ 厳しくなったんではないか。さあヒデチュンリーが気候圏、安全な気候圏打っていく。スライディング当たらない。さあ切り返して陣地を求めていく。下がる。さあテンションいっかり溜めていた。めくりは当たらないが大キック。さあピヨリそうだったがガードでいい、ガードでいいんですね。さあ打っていって中足。さあ取ってはいる、勝てばいいんです、勝てば結果が大事。さあさあ飛びに引っかかる、これが気候圏の嫌なところ、判定がとにかくでかい。飛びに引っかかる。さあ投げる、カウンターで投げて下段、あのゲンは非常に強い。さあ DJ 側ゲンに対してかなり相性が悪い。さあニュートラルで待っているヒデ、なんかそれっぽい、うまい感じがする。さあ近距離中期で落として安全、これは全然悪くない。今のは見苦しい中パンチが見えた。さあガード、さあ飛んだところドンピシャで飛ばれている、投げられる。しかし体力もリードしていて時間も、あーっと時間がある。さあ今見苦しい、いつもの見苦しい中パンが見えた。あれを待っていれば、あのジャンプジャンプを待っていれば近中キックで落とせるものを。さあ気候圏、気候圏大丈夫かヒデ。さあ引っかかる、これは美味しい。ゲージもたまる、たっぷりたっぷり使っていきたい。ガードになって潰された、危ない。大丈夫、投げる、大丈夫ではなかった。いやー、やられましたね。やるしもできます。トネピーダルシム。さあ押してって、弾で押してって飛びが入るとダメージがでかい。弾、トネシムじっくり待って、じっくり待って、不用意な弾を打たない。あー、下ピー読みのソバット。キャミー出てきてないか。まだキャミーはまだ出てきてません。歩いて投げ、ポパンから暴れ潰しの台形がさっきからうまいっすね。
さあここどうしようか、そのジム歩き投げ通す、あ、そうです、16キャラ対16キャラやってます。さあ弾、弾で押していく、あれは対空しにくいのかな、あ、出なかった、ダルシムペース、あー、スラにドンピシャ、これはきつい、あ、差し込めなかったけど2フレ、さあここで出てくるのは 2P 側はキャラかぶせ、グリグラバルログ、 2P 側っつうか全部かぶせですかね全部ですよ、まあそういうルールですか、ナイステラ、ね、さあテラテラはいかに難しいぞ、さあスライディング抜けて投げて、ドリューが投げる、さあすかしてまた投げて、さあスライディング投げるうまいさあそろそろあのバーサスもハメを解禁していいかなと、さあ打ち、さあどんどんドリルで突っ込んでくるぞ、さあスライディングになって、あーさあわからん、オーガード投げて、さあピヨルか、ピヨった、これ弱って言われるやつじゃないですか、やばいよ、さあ2本目はグリグラ、さあチョップ落として、さあ投げ返し、うまい、あまい、ピヨルか、ピヨンない、わあナイスブラスト、さあ汚いハメ合いが始まる、あーピヨルで安いぞ、浮き身がない、さあ投げる、受け身取れないです、あそっかそうかそうか、ピヨってないと受け身取れないですね、さあここはキャラかぶせ成功、ワンピー側はバルロングに対して何を出してくるのか、ミヤケンか DJ ですね、それかベガ、あベガはもう死んでんのか、ダメですね、で練習してないとこういう時にツキが出ちゃうね、ただそうですね、バルサブキャラとはいえバルログ戦やってないからね、わかんない、さあ出てくるのはミヤベガ、ベガはね、まあいけるという噂の、いける方です ね、 ね、うん、まあ、下がる下がる、結構ねあの落としづらい飛びがあるんで、ありますね、さあガンガン投げて、投げて受け身がないぞ、さあ投げ返す、あそこ前ジャンプとかすると結構画面端を絡んだ時に前ジャンプ前ジャンプみたいなのをすると、まあ、軸が入れ替わってテラが出なくなったりするんで、出ますね、はい、結構あれがねいい感じのジャンプ、まあベガ側のバルログ対策というか、さあここはテーラーしっかり、てかグリグラさん普通に上手くない、上手いんですよね、さあバク転逃げて投げて投げる投げる、下段は刻んだがちょっと体力が足りない気がするぞ、さあバルログが、あさあここでタイクローがぶっ刺さる、動いてしまった、バルログホークでいくと、フォークで行くそうです、さあここで出てくるのが 1P 側は2回転フォーク、厳しいですね、いやーなんかねみんなメインが死んでいきましたねあ、さあ引っかかって、さあこれうまくできる、できますね、うまくテラー誘った、お、そういうのもある、暴れない、おこれだいぶ体力削ったんで、どうですか、ただ削ってますね、画面端でガードするのは結構いいんじゃないですかね、この体力差だったら、まあねどうすんのみたいになってますね、はい、あ潰れる、多分しゃがみ大パンチだと思うんですけど潰れましたね、あそこは多分バイオ立ち台キックかな、立ち台キックか立ち中キックがいいと思うんですよ、ね、受け身がない、これはやりに来たやつで死んでしまうやつでは、さあおもむろに飛び込んでからチョークで台風、
まあ、体力負けてるとね踏み込むしかないんで踏み込むとカウンターで飛び出さざるとそうですね、はい、あと前ジャンプ悪くない逃げ方さあうまいさあ逃げるスラッシュはしょうがないクソ技しょうがないですね移動しすぎですね移動すぎですね本当に画面の半分ぐらいは移動しますからねさああとここで前飛びに食い替えたと引っかからないやめ危ないぞさあナイスうまっ垂直は悪くない反応いいっすねそしてさあ大パンキャラ差は分かってきたさあ飛びがあーさあ危なかったぞさあ下段当たらない大物に突っ込んでくるうわっホーク返す技ないのあれさあ行った画面端は美味しいのではあーっと立ち台キック潰されるいったこれはやりきりたいちょっと高くねさあちょっと高いがああここで仕事をしたのは2回転ホークやりましたねよかったですね我々まだバルログ残ってますよキャミーじゃないさあキャミーが行くそうですねキャミー使うとこないだろうもうさあさあここでキャミーですねキャミーに 2P 側はペコキャミーですそうですね中キック以外押さなくても大丈夫なんで2回転がふざけんなといやこれもうこれそういうゲームだから対空と、牽制地上技が全部中キックだけでね終わっちゃうんでそう終えますね、はい、ただあとおっとこんなタイプ育ってなんかペコさん余計なことをやろうとしてませんかしてますね大丈夫ですか大丈夫ですかそれ無視でいいんですよ多分あれですね、コンドロダイブをジャックパンで落とそうとしてカウンター食らってますね意外とね、意外とねさあ投げる、受け身ないぞさあめくりはめくりがやばい、めくりはとにかくやばいあれ分かんないですよねとにかく見えないさあなんだかんだ体力が追いついてきてるそれがキャラサキャラサですねあれかくんないですよ危ないですよあ今夢が見えたさあ体力ほぼ同じちょっどっちだこれフォークが勝ってないいやちょっとキャミーさあ削りが刺さるこれはフォーク結構削りましたね今ね2ドット2ドット3ドット削りましたね、うん、さあ意外となんかいい勝負してるさあやめてよけチョップは中足と相打ちになるさあしっかり見えていたこれは出るぞめぐりかないそれ近くね近くないかさあ刺さるあれは暴れてると刺さるとそうですね、はい、ただバックジャンプ安定ですねほぼさあこれはきっちり落とす相打ち相打ちでいいですねあーナイスガードこれは無理さあ対空スピンドライブスマッシャー結構ね今のでコントロダイブ見せたんでどういう感じになりますかさあ5番中足強いでもそんなことでめげてはいけないそうですねそういう組み合わせではないフォークはとりあえず近づくのが大変さあ行った画面端行っちゃえばねなんとかなるんで下がるさあなんかコンドルダイブの削りでダメージを取ってるそうですね、はい、行ったナイスか結構削っとるやんさあ受け身があるナイスさあ中足はド安全あっと、まあ、安いがまあ悪くはないさあでも2回転がなんか地上戦をしている一発逆転さっきみたいのを狙ってるのかただペコさんもそれに付き合ってないですねこれはきつそういや足りないんじゃない時間あーっと待てないぞおー危ない2回転が2回転するとかしたねさあ何どうしますかさあワンピー側これかぶせんのは竜とかバルロクバイソン DJになるのかな竜はね、ヒデさんなんですねあ、そうか、竜死んでんのか死んでんだあ、そういえばなんか、あまりにも弱すぎてあんまり記憶なかったっすねいいっすよいや、DJ でいきましょう、さすがにさあ DJ、終わってる感じのやつになってきましたねさあ、ニカ DJ、これが強いっすよかぶせ返ししましたねはい終わりましたもう終わりましたね終わりましたあっと危なかったあれねキックなんですよみんな知らないよねそうあれ投げなんで
あのパンチボタンかと思いきや実はあれキックです。キックなんですよね。みんな知らないよね。しかも真下に入れると入んないんですよね。確かね、斜めに入れないと。投げと一緒だから。さあこれは出していく。空中ぐらいになるのが良くないですね、スパイラルアロー。とにかく確かに地上ぐらいになってくれれば無理やり近づいてみたいな。確かにできるんですけど、空中ぐらいなんで、空中ぐらいになっちゃうんでね。の割には空中判定でもないっていう。そう、意味の分かんない。終わってますね。さあ歩き投げ。なんかね、みんなキャミーのサブキャラ使うと P 投げしますよね。さあこれはめくりからシーボー。しっかり7ヒットになってましたよ。うまいっすね、はい。さあけどペコさん仕事しましたね。これどうするんですか。さあ 2P 側なんかかぶせ放題って感じですけど、 DJ には残儀で行くそうです。おっと、まあそうですね、 いいんじゃないですか。さあここで出てくるのは残儀で殺そうと自信満々に言った藤沼。 DJ 有利らしいですけどね。さあ画面が黄色い。お、バックジャンプは悪くない。嫌な予感がすると。まだ試合序盤なのに、さあすでに両根を吐いてる藤沼。でも藤沼さんもガード硬いですよ。クラウがこれはめくりに行くのか。さあガチャガチャしてた。待つ待つ。さあゲージは溜まってる。まあ、DD は飛びだけは通したくないですね。さっきのこれ危ねえ。危ない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 。今のは危なかった。危なかった。ちょっとちゃんとね隙を投げられましたね今多分着地の。これ DJ 有利なんですかね。 DJ 有利らしいですよ。まあ、エアスタがなんだかんで結構きついんですよねやっぱり。そうそう。さあスライディング。さあ普通になんか安定っぽい動き。ただあの飛び込み中パンチって確か落とせる。あのいや残儀側があのしゃがんでればスカルセリオな気がするんですけど。じゃあしゃがみダブラリすればいいってことね。わさあ2段さあ軽ラリだった。強いぞ完封。これ難しいですね。ダルシムいますよ。いやダルシム難しくないですか。ダルシムかチュンリーか。おっと、あそうですね、あ確かにですね。さあここでグッチダルシム。グッチさんねダルシム結構使ってますからね。これね、結構ダルシムって DJ 戦難しくないですか。え、そうまあこういうので焦るとダメなんですよね。別に飛び食らってもいいんで。で、こっからまあ DJ が守りの体勢に入るんで、まあファイヤーいっぱい打とうねみたいな。なるほどなるほど。で、歩いてあれ歩いてしゃがみ大パン。さあ飛んできた。意外とこういう感じになってまあそうダメージ取れるんで。おー危ない。ビオリーチだった。さあこれがキャラ差がなんだかんだで、ね、ダメージ勝ってんの。うまいナイスジャック。しっかり仕込んでた。さあ体力同じぐらい。さあ大キック入って大キックが強い。あーなんか当たる。なんか当たった。なんか当たったぞ。さあ踏まされた踏んでしまう。そう垂直大キックは垂直はね出すんだったらパンチとかですね。そう垂直大パンが一番ダイエットできると。そうダイエットできますね。その次に垂直中パンチ。そうああめくり見える。見えた。ナイスカード。ナイス受けます。投げ返す。投げ回り広。あれ当たんないんだよね。さあここまでいい動きのグッチ。あーっとスライディング当たって。当たる。さあスライディング当たって。これめくりは投げる。投げる。今のね正面からスライディング良かったですね。良かったですね、はい、ちょっと歩いたんで下段空いちゃいました。さあ下がる。とにかく技の相性は悪くない。そうなんですよ。しゃがみ台番悪くはない。悪くはないけどファイヤーを打たれてるとちょっと押されちゃう。そうですね。なので飛ぶですが打ってないとスライディングされると。うまい。ビオリーチ寄った。出ない。出ない。あ逆にビオリーチ。さあ投げ返して。グッチさんもムーさんのことを笑えなくなりました。いやグッ。さあ相打ち。悪くない。悪くないですね。さあ相打ち。冷静でしたよ、ね、これ。さあこれは結構でかいぞ。これバルログじゃないですか。
さあここねトネピーですね、トネピーバルログ。さあキャラかぶせ。さあ手をぶさってワークナイスカード。さあブラストの上から、さあこれは分かんない。さあスライディング、投げて、まだ分かんないぞ。ナイステラ、あーっとこれ強が出なくて、中キック対空うまい。さあまだ分かんないぞ、これはいい勝負。さあ中中中、あーっと怪しい。おーっと、おお、ローボリーバックジャンプ大キック、しかも減りましたね、今ごっそり持ってきましたよ。さあスラスラから行って、さあ画面端、さあナイスカード、投げてスライディング、裏回って投げる。さあナイスカード、さあ残り0ドット、チョップで落とす、うまいぞグッチさあ仕事したのはなんとグッチタルシム、キャラかぶせワンピー失敗。ここでトネピーキャミー、まあこれダルシム有利なんですが、キャミーは全然いける方ですね。さあうまいぞ、体育がしっかりしてる、相打ち OK。 さあうまいですね、反応いい。さあ残り0ドット、さあっとこれは投げ返すちょっと露骨だったか、さすがに。さあ1本目取ったのはグッチタルシム、さあチョップで落として、さあ相打ち、さあうまいぞ、ライト落として、さあ中盤から飛び込んでキャノンスパイク、ガード攪拌。さあ体力リードしているのはうまい、スラからくぐって投げる。さあワンピーがやばくなってきたぞ。これワンピーが残ってんのがケント、ホンダか、ケンとホンダが残ってて、ザンギも残ってるよね、でバイソンも残ってます。さあ逆にヤバいと言ってるのはグッチだが、ザンギなのかワンピー側は。さあザンギ、ミヤケンザンギです、ミヤザンギ。さあ珍しい連携、さあチョップで落として、さあここまではダルシムペース、うまいですねチョップ。さあ2ヒット、これは痛い、ビオリーチ。さあここまではパーフェクト。さあブラッティネル、あれが強い。さあ逃げてしゃがみ中パン、1本目はパーフェクト。グッチタルシム強いっすね、普通に。さあダイエットはきっちりチョップで落として、もう一回チョップで落とす、相打ち。さあ相模ショーパンの対空も、さあファイル、あ受け身がない。さあこれは全部持っていく、あのパイルの受け身がなかったのが結構ダルシムきつかったですね。さあフワフレームから、さあバックジャンプショーパン、さあピオリスだぞ、これは我慢するしかない、ザンギ。さあ大パン当たって、さあ残り体力3分の1。さあどうする、さあ対空フレームから体験インフレームですね、すいません。さあヨガファイヤーだって、勝ったのはグッチタルシム、4連勝、強いっすね。
じゃあバイソンに、バイソンに頑張ってもらいます。あれホンダ残ってなかったでしたっけ。ホンダはね、なんかね、フェイロンにかぶせたいって。ああ、まあその後俺の多分剣出てくると思うんですけど、ね、大丈夫大丈夫。さあここでメインキャラの暗い投げを選択。2回転バイソン攻めに行く。あれ意外と返しづらい、返しづらいですね。ショーでしたっけあれって、多分スライディング。そう、さあナイスファイヤー。さあグッチさんがゲームのうまいところを見せてる。うまいですね。さあ2回転バイソンはこれはゲージがないからきついぞ。さあ溜まった。さあおお間に合わない。さあスラスト、グッチさんうまいですね。さあ 2P 側から死んだか、倒れが入る。この前の大会だとね、カーシムさんも倒してたんですけど。そうですね、はい、上から行く。さあ大パンチ、さあ一方勝ち。今のは難しいですね。あれ大キックと大パンとなんかいろいろなんか選択肢あるんですよね。そうそう、大パンチなら今のは潰せた。あーゲージが止まった。あーこれは削りかく、いいですね。こうなってしまえば、さあ開幕が重要。じゃんけんポン。ナイス。おーっと当たる、当たる。ダメなんだよなあれ、飛んでいく。さあ相打ちになる。ヘッドで抜けるが、おーっとなんだよ、嘘くせー、嘘くさいっすね。でもあと一発で死んじゃいますよこれ。大丈夫ですかこれ。ダルシム有利。そうですね。あー当たらない。投げる。いや狙いは、狙いは悪くなかった。ただ完全に今誘いのしゃがみジャックパンでしたね。剣だそうです。剣しかない、宮剣ですね。大将本題になっちゃいましたね。さあ残ってるのは 1P 側は剣と本田のみ。いやこれはちょっとね、死の香りがねもう漂ってきましたね。さあいけるかな。結構ね剣戦はそこ、わーっとピオらない。ピヨッタ、ピヨッタ、バンバンバン、ヘッダー半分以上持ってかの3段。いやほんとグッチさんピヨですね。ピヨですね。シキさん、シキガエルとやってますからね。さあちょっ、あのチョップで落とすのは実はあんまり良くないんですよ。剣の大パンに一方負けするので、情熱の大陸があるんで、まあなるべくスライディングしたい。なるべくスライディングタイプですね。あ、もう近距離だったらもう、近距離だったら先制敗した方がいいですね。そうですね、中盤した方が、はい、中盤は割と相打ちにはなるんで、完全相打ちになります、はい、近距離だったら一本負けすることはなりません。さあ行った。さあスライディングからくぐって投げる。意外とね突っ込んでくる時もあるんでね。そうなんですよ。さあ上にはいかない。大パン隔離そうだったか、ちょっと遅くない、まあ、今隔離でしたね。まあ別に早めに出してきた。勝利は当たる。さあ勝利、投げ返す。投げ返して、これはブラストゲージ溜めに行きましたね。いいですね。さあ、あー引っかかるが、さあ、なんで波動拳。勝利が波動拳になってしまった。さあスライディングうまい。さあゲダ、さあ中キックで今日ヒル。インフェルノ出したけどね、出なかったね。ただだいぶ仕事しましたよこれ。はい、どうするんですか。何に出してもいいんじゃない、ガエルでもいいんじゃないですか。あ、俺のガエルだね。じゃあガエル行きましょう。ガエルですね。ホンダと剣だけなんでね、これガエルで終わりの可能性が高い。これね、ミヤさんには頑張っていただきたいですね。1P 側違うな、 2P 側はリュウもホンダもブランカもガエルもホークもフェイロンもバイソンもいるの。え、強っ。シュンリュもいる。ちょっとまずいですね。皆さんお願い、ホンダじゃ無理だ。さあシュウさんね、 DJ とガエルどっちも上手ですから。あー情熱、情熱足りず。さあいい中足、情熱が足りなかった。ただ今の出し方だとジャンプ大キックで勝てるはず。さあ打ち合う、シュウさん上手、当たらない。
さあ裏剣入る、これはちょっと痛い。さああとは守るだけか、辛いですね。さあ隙がない、どこから攻める、無理やりこじ開けるしかないが、情熱足りた、足りねえ、情熱足りたような気がしたがちょっと足りなかった。波動拳、波動拳ちょっと時間が気になってきた、お年頃。さあ飛びが速い、アッパー打ち、はい、2回転本だと思いきや、トレ本だ。これはどうですか、なんか避けんのうまいですね、さすがキャミーね、避けてるだけ避けんのうめえ。おっとからの出るよ、キューさん器用ですよ。バックジャンプしちゃった。さあリーチがかかりました。失うものがないのでね、自由な動きになってそれがまた怖い。なんかうまいな、壊しキャンセルとか出してる、心得があるんですかね、見ないと。圧力半端じゃねえ、すごいですね、なんか。おお、なんか新谷さん見てるみたいですね、一生攻めみたいな。うまいですね、キャンセルの張り方ね。さあ、2P チームがね、グシさんの大活躍で。さあ、これで一応勝ったのは 2P です、圧勝でしたね。グッチさんのダルシムがとにかく強かった、それとヒデの竜とガエルが弱かった。まあ、チュンニも俺のサブキャラの DJ に負けちゃダメでしょうと。はい、決着がつきましたが、2回戦がもう1回どうしてもって言うんで、どうしてもって言うんで、もう1回バイソンでリベンジ。さっきのはダルシム有利だったから負けただけでみたいなね感じですけど、伸び伸び動く2回戦。もうキャラ差がついて伸び伸び動く2回戦がね、こう色だけはね、あのゴッドカラーですけどね。ダイブ逃げられてちょっとショット、ゲージ回収はいい感じですもんね。スーさんもうまい、小高連携から、ゲージが溜まりました。ラッシュアッパー出ねえのかよ、今のは、ね、表裏バグですね、端っこで起こるやつですよね。ガード逆になったりするからね、分かんないですけどね。そこでサマーかよとか言いそうですけど、
はシューさん、シューさんが強い。合わせようとしてるけど、じゃあ、はい、2回転が、いや 俺の本田どうみたいな感じで入りました。バイソンで行けばよかったのに。全然止めにもやばいですね。シューさん、シューさんね、うまいのよ、そうの、うん、まっ、しっかり出してくる。勝つまで何度でもバイソンでいいじゃねえかよ。おっと、三宅が、いや、剣で三宅が来た。さっきね、ダルシムを倒した。ナイス勝利。いい膝ですね、いい膝でございます。うわ、かっこいいな、かっこよかった。
Fighter!
Win!
Yeah!